い、どうも会社嫌いです。本日3本目の動画ですね。さっきの動画の続きで撮ってます。さっきはまあうまく打てて2回で5点取って、その後無失点で終わったんですけど、この試合はちょっと怪しい。打率が高かったから。まあほぼ打たれるでしょう。でも相手のピッチャーが外コバなんで、できれば1点に抑えたい。打たれるにしても、やば。バッターランナーは2塁。さあ、そしてバッターボックスには堂林が入っています。さあ、得点圏には先制のランナー、まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですね。これがやばい。打ちました。入れました、ファールボール。1点に抑えたいんだけど、このピンチ見逃しで三振を奪いました。まず一つアウトを取りました。さあ、そして打席には秋山が入ります。さあ、ワンアウトになりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあ、インサイド落ちました。これはファーストライナー。さあ、そしてバッターボックスにはマクブルームが入っています。さあ、ツーアウトながらピンチは続きます。先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。あーかん、あーかん、1点に抑えたかった。これ打てる人と打てない人の差が激しすぎる。この球、惜しい。インハイ際どいコース、ボール先行です。やばいね。ストライクが入りません。やりすぎかな。インコース詰まりました。よかった。取ってスリーアウトです。で2点ね。さあ、これからカープが守備につきます。今日も外コバじゃんけんをやっていきます。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。さあ、とりあえずじゃんけん1勝目。初球空振りです。おーおー、ラグいぞ。バッターの大谷、どういうバッターなんでしょうか。どこに投げても大きいのを打たれそうな、投手からすると非常に嫌なバッターですね。ああ、そうですか。ボールになります。外への変化球外れました。さあ、来るんじゃないか。低めの変化球です。スリーボールツーストライク。インサイド落ちました。野村、いやー、負けた。じゃんけん負けた。バッターボックスには3番、ワンアウトになっています。初球ボール、でかい方に張って空振りしてる感じを出しとけば。ワンボールツーストライクと追い込みました。さあ、勝負してくるのか。アンパイアの手が上がってもおかしくないボールですね。はい、変化球わずかに外れてボール。マジか、ストレートだったんかい。バッターランナーは二塁まで。いや、追いつきたい。これはせっかくなら。外野前進になってるし、
小さい方狙います。危ない。そう、小さい方狙うって言ったら全然投げてこんくなる。これも小さい方狙います。やはりピンチになると初球も慎重になりますね。ああやはりそうですか。インコースインコースと続きます。ピッチャーからすればでっかいの来るかな。ここは見極めました。まあここは歩かせてくる可能性が高いですね。まあそうですか。ああ掴んで3アウト。同点のチャンスものにはできませんでした。2回になります。カープの攻撃6番バッター落合。1点ね。この回何点取られるよ。丸が入ります。さあランナーを1点で抑えたい。これで入ると厳しくなってきますから落ち着いて自分のピッチングをしてほしいですね。なるほどそうですよね。インサイド打った切れました。ファウル。フェアならば。いや本当だったら1点も取られたくないんだけど。ファースボール、はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ワンボール。ノーアウト二塁は大体もう1点入っちゃうから料理していくか。よしよしよし、とりあえずワンアウト取って。あかんあかんあかん。ここは我慢のピッチングですよ。なるほどそうですね。あーいいボールですね。インローのストレート、力のあるボールです。151キロ。ジャストリード。あかん。ファウルボール。怖いねここら辺の甘いところに。このピンチ空振り三振に切って取りました。ナイスピン。代打でしょう。バッターボックスには代打の松山。小宮山さん乗り切りたいですね。好点取られたくないな。そうですね。ここは踏ん張りたいところ。いや違うな。こっちで行きます。ジャストミート。ワンバウンド。宇宙間へのヒット。ホークス。さらにピンチが続きます。さあそして打席は小村が入ります。今日よく打たれてない縦カットでひたすら攻めていく。惜しい。あかーん。また1点取られた。でもこいつが今一番信用ある球だからな。これではバットが出ません。ストライクです。さあ2球目は何か。もう1球アウトローへ。これも見送りました。難しい球はストライクになります。三塁線ファウルボールです。ふわふわっと上がった。 OK でスリーアウト。でまた2点差。さあ打てるかな。あピッチャー変わった。大谷だ。バッターボックスには指名打者の浦上。 A ランク大谷。ホークスビハインドで迎える最終回です。西さん最後の攻撃なんとしても塁に出たいですよね。簡単に終わらせたくないですからね。全然外コバの方が嫌だったけど。ドラマを作れるんでしょうか。3球目打ちました。大きな打球になった。ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは2塁到達。さあそしてバッターボックスには吉田が入っています。さあ追い上げのチャンスを迎えています。もうここは何が何でも点を取っていくしかありませんから食らいついていってほしいですね。なるほどそうですね。宇宙間へ持っていった。なんでホームランになんないんだ。セカンドランナーホームイン。バッターランナーはい、次は誰だ。
モイネロ、タイピン、初球は大きな変化球、ボールになります。今のはよく見ましたね。危ないね。これストレートに張って、さあ4球目は何か、これは決まった。ストレートに張っていく。外れてフォアボール。いや本当にね、価値あるフォアボール。ありがたいけど、ゲッツーチャンスがあるんだよね。バッターは代打の秋山。フォアボールのランナーが出て二塁一塁となっています。これが1球目。初球は外。この打席、ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。さよならリオ、さよなら縦すら。これが3球目。ベース狙い。縦すら、こういう縦すら。次が4球目。違う違う違う。次は臭いところも打っていかなければいけませんね。まあ、いやーこれ切れてほしくないな。今めっちゃいいところだもん。なるほど、そうですか。うわー切れた。もうちょっと待ってみようかな。さすがにね。うわーなんか嫌だなこの勝ち方。もうちょっとで勝てそうだったのに、ちゃんと。はい、とりあえず2連勝ということで、まあ消化不良なんで次の動画もすぐ撮っていきます。じゃあ次の動画で。